私が所属する教室は教授を含めて女性スタッフが多く、出身学部も国籍も多様性に富んでおり大変刺激的です。それぞれが置かれている環境を尊重しながら協力し合っています。3ヶ月間の育児休業を取得しました。これができたのは研究室スタッフ、学生の協力のおかげです。これからライフイベントやライフスタイルに合わせた働き方ができる環境がもっともっと広がればいいなと思います。北大のおおらかで柔軟な土壌のおかげで私たちはとてものびのびと活動できています。これからも北大が一人一人のマイノリティ性を大切にしながら誰もが楽しく活躍できる学びの場になれば嬉しいなと思っています。 To me, diversity and inclusion mean awareness and fairness. Awareness of the people in the world around us and fairness in our connections with people. We are all part of the world and part of the world is in all of us. 私が管理職になって子育て中の職員にそちらを優先してねと言うとありがたいと言って涙を流した方が何人かいました。ただそれってお互い様だと思うんです。子育てだけではありません。自分自身が病気になったり親の介護があったり、助けられたら助ければいい、そうやって周りの方への理解を深め受け入れていくことを次の人につなげていく、そういう職場であってほしいと思っています。人はそれぞれ事情が違いますし、感じ方、考え方だって違います。それなのでまずはメッセージとして口に出していっている、そういったことが気兼ねなくできる、そして受け入れられる、そういったような環境が今よりももっと広がっていくといいなって思います。僕は自分の人生にプライドを持ちたいと思っています。そのためには自分自身の努力だけではなく、尊重し誇りに思える家族や友人、職場の同僚や生徒たちに囲まれていたい、そしていつ誰にでも尊重し誇りに思える北海道大学であってほしい、そんなプライドに満ちた人生を歩みたいと願っています。私は科学者であり教育者でもありますので、多様な価値観を理解し多様な視点を持つことを大切にしています。北海道大学は今まさに生まれ変わろうとしています。誰一人取り残さない大学を目指して、私も皆さんと共に様々な取り組みに貢献していきます。北海道大学ダイバーシティ&インクルージョン推進宣言を出すことができました。北海道大学は長い歴史もありますし、ご存知のようにすごく多様なキャンパス、そしていろんな方々が勉強している、研究している、そして教育している、多様性のある素晴らしい大学だと思います。しかしやはり考えてみますと、自分が自分らしく生きる、研究できる、あるいは学べる、皆さんが全員そうかというと決してそうではないこともあったのかもしれないなというふうに気づいています。特にこの間宣言を出して記者会見をしたり、あるいは、勉強会を経てですね、僕自身の中にも気がつかない小さなバイアスがあることに少しずつ気がついています。これから、D&I を考える何か月、そしてその先の何年か、特に今回第4期の中期目標の中にもですね、多様性と包摂的な大学を作るんだというふうに力強く宣言していますので、私たちこれから の大切な期間を使ってですね、北海道大学が世界の中で尊敬される、あるいはダイバーシティ&インクルージョンの点でリードしていく大学だと、そういうような言われる大学になっていきたいなと思います。皆さんと一緒に前に進みましょう。